どうもアラヤンです。さあついに戻ってきたぞ。我が里、炎は今なお燃え続けておる。私にかぶせて喋るのやめてもらえます？さあ戻ってきたぞ、うつしおえ。今こそカゲロウを打ち倒してみんなを守る時だな。ちょっとね見てほしいんですけど、これストーリーの進捗状況もう 85% なんだよな。結構短そうね、ボリューム。何事も皆偽りのようなり。消えちゃった。さあ、ってことで、カゲロウに立ち向かいましょうか。どっちから行く？右から行く？アイテムがあるな。買い合わせ。これは子供の頃に愛子殿に渡したプレゼントじゃないか。ここに描かれているのは我が親であろうか。二人を隔てているのは誰なのか。そしてなぜ彼らの求愛を邪魔立てするのか。許されぬ愛であったのであれば、先生が彼らのことを語らないのも不思議ではない。もしかすると、ヒロキの両親は神なのか？いや、神と人間だろうか。まず、カゲロウの息の根を止める。そして皆の立ち直りを助け、皆を守る。いかなる時も。まずって言っちゃってるのが復讐の話なんだよな。復讐の炎に結局身を焦がされてるんではないのか。前にも駆け抜けたことがある街並みだ。誰か倒れてきた。母上が持っていたヒノキ扇だ。待て、全部で39枚の板を数えた。ということはこれは天使様の血を引く者が持っていた扇ということになる。拙者がその血を引いておるというのか。やっぱり神の血を引いてそうだな。天使様ってことは天皇なのか。いや今更人間の兵士が出てきたところでだよ。怖いこともなんともないですからね。化け物と戦ってきたから私。さようなら。いや燃えてるな、気の毒に。特にアイテムが見えるぞ。誰かおるのか？賊の声はどこから？奥の部屋か？さあかかってこいよ。さよならね。とどめの一撃。奥に誰かいる。大丈夫か？物はもらっていくけどな。キセル。これは父さんのキセルみたいだな。刻印から父上について何か明らかとなるだろうか。いや待て、何の刻印もない。この上なく質素だ。ということは平民の出ということか。骨身を惜しまぬ民、恥じることなど一つもない。平民こそが最も重要な存在なのだから。ヒロキの両親は身分を超えた恋だったんだろうかな。天使様と平民、絶対に一緒になれない組み合わせだよね。こっちが気になるな。誰かいますね。上にも道あるんだよな。どっち行くか。こっち気になりますかね。どっちも気になるな。ここはなんだ。やれるな。下の奴らをこれで倒す。いいね。こっちも抜けられるんだよな。さよなら。全くそんなもの奇襲でも何でもないからな。でこっちに戻ってきたらさっきの道だ。向こう側には行けないんだね。この家の中を通り抜けていけってことだ。で2階へ抜けて、ああ屋根に出たな。さよなら。槍が来たな。実は槍苦手なんですけど。終わりだ。崩れた。まあ崩れそうな気はしたよね。右側なんかあるぞ。アイテムだ、アイテム。資材の書状。これが先生がずっと隠していたものか。父上と母上に死を命ずる書状。そしてこの封は明らかに天使様のものではないか。ついに身の上が明らかとなった。拙者が孤児だったのは富と力の家柄に生まれた者がそのように定めたからなのだ。我が生涯は勤めの誓いを立てたために多くを成し遂げられぬものだった。人の上に立つ人生もあったというのに。いつかそうなる日も来るやもしれぬな。何を期待してるんだ。やっぱり天使様と平民の子供だったんだね。それは絶対にありえない、あっちゃいけない組み合わせだよな。上の階から行くか。大筒だわ。終わりだ。とどめの一撃。なんか強そうなやついる。名を名乗れい。お頭には近づけん。参謀か。いいだろう、相手になろう。拙者が何を超えてきたか分かるまい。その手で化け物の巣を超えてきましたからね。楽勝だな。簡単にパリーができちゃう。他の槍兵よりも弱いんじゃないか。マジか、一撃がめちゃくちゃ強い。一撃でやられてしまったわ。下の階から行ったらどうなるんだろうね。こっちも誰かいるな。槍兵じゃないか。さあ終わりだ。ここはアイテムなのか。ああこっちはアイテムですね。やられてよかった。
大筒の所持数が増加しました。いいね。未だに大筒打てないんだが、ちょっと装備しとくか。どうやって打つんだ大筒。とどめの一撃で終わりだ。さようなら。さあ参謀よ、一回大筒打てないな。やっぱり出ませんね。ちょっとずつ当てていくしかないか。反撃は有効ですね。いや弱鎧崩し連撃。まあこの攻撃はな、振り向き攻撃の連撃はあんまり使えないんだよな。モラビトはどこにいるんだ。奥か。いや落ちたわ。めちゃくちゃ床抜けたわ。向こうにはしごがあるな。村人はここにいるんだろうか。アイテム空きなし。こっちも何かあるね。祠発見だ。大筒は終わりな。いやいっぱいいますね。さようなら。村人たちの声は一体どこから。ああ戻れなくなってしまいました。敵がまだいるってことかな。いたな。さっきの参謀じゃねえか。やばい、やられる。一発が重いね。後ろからやられるのはマジで勘弁だ。ハサミ打ちが一番怖い。よし押し通ってやった。この奥は何だったんだろう。ヒロキ様じゃ。村人だ。神様、仏様、奇跡じゃ。わしらは見捨てられたと思うとりました。決してありえぬ。助けに来たぞ。体力増加いいね。回復もするんだろ。村人を助けに来られましたね。戻ってよかった。さあ奥は鰹節と八百屋の店か。さっきの賊はどこへ行った。ここか。さあ来いよ、戦おうぜ。さようなら大筒兵さん。まずは大筒からだろう。こいつを終わらせましょう。さようならな。さらに奥だ。こいつは終わりでしょう。大筒が来る。こいつがまずいな。終わらせようぜ。さようなら。反撃の時だ。この槍兵怖いなマジで。全然ひるまねえからな。ちゃんとパリしないとやられそうだ。来た来たぞ。いけるだろう。押し切れ。ダメか。まだいける。振り返っちゃった。いけ。よし終わった。そろそろ祠が欲しいところですが、下に行くべきか上にも道があったな。村人だ。上なんだろうかね。そこにはしご見えてたんだよな。これこれこれってどこに向かう道だっけ。やばいやばいやばい。囲まれた囲まれた。はいよ。これでまず終わらせよう。とどめの一撃。さあ次来い。いった、切られたぞ。やめてくれ。槍だ。反撃。もう一発いける。終わった。やばい、村人がやられてるな。こっち進みそうだけどな。まずはお前からやりましょう。嫌な感じ。弓兵はほんと嫌な感じだ。弓兵も大筒兵もほんと嫌な感じだな。終わらせましょう。気絶が強い。また来るね。さよならだ。次は誰だ。また来やがる。被弾覚悟で突っ込むしかないじゃないか。止められた。いやしかしこいつもとどめの一撃だ。奥はまた別のマップか。手前の方調べた方がいいかもな。ということでさっきの村人のところまで戻ってきましたよ。この向こう側はアイテムだ。あと一歩進んでりゃアイテムだったんだね。しかし補充アイテムだけか。よし、さっきの弓兵の向こう側だ。家が爆発してる。何やってんの賊。町を占拠するのが目的じゃない。他に道があるに違いない。右側の家を抜けていくのが。誰もおらん。さあ連撃で終わらせに行くぜ。矢が来る。槍も来るな。厄介だな。槍兵がいるね。さっきこいつ倒そう。終わりだ。剣が来やがった。溜めますね。ディレイすげえな。終わりだ。またいっぱい来やがったな。まずはこいつは終わり。大筒が嫌です。
終わりだ。さよなら。大筒を先に倒さなきゃ厄介なことになりますね。なんか出てきた。槍だ槍。一発弓を当てよう。もう一発だ。よし、遠距離攻撃結構強いですね。ここ通れるの？通って大丈夫？挟まれない？一個飛んじゃった。剣。我が血塗られた定めを成し遂げるため自ら呼び寄せたのだ。この剣をか。これが天使様の力か。菅家五州かな。仇討ちは力の源、それをもって勝ちを制するのだ。まさしく今の弘樹だな。これで通りの向こう側に出たんじゃないのか。道じゃ。また塞がれてしまった。こっちか。だいぶ大回りさせられますね。完全に家崩れちゃってんもんな。気力増加。一旦回復してまた道に戻らなきゃだよな。おっと爆発。トラップかな。どっちだ。手前は行けないか。お、燃える燃える燃える。危な、危ない。追いかけてくる。火が追いかけてくる。逃げろ。油を追いかけてくるぞ。まずいまずい。逃げなきゃ。ここまで来たら大丈夫？いや前から来た、前から。やばい、燃える。逃げろ。これで大丈夫だろう。いやまだ来るのか。いや行けたな。危なすぎる。いやここもまた燃やされてんな。まずい、逃げ道がない。どこに逃げるんだ私は。私はどこに。この上か。侍というかもう忍者だね。落ちたぞ。よく生きてんな本当に。走り抜けろ。火薬工場だったのかな。生きてるのが不思議だよ。また新しい場所。アイテムらしいものはこの矢ぐらいか。奥に行けと言わんばかりだからな。こっちには多分アイテムが落ちてるんだろう。最後のやつ、手記。トンボの堀はアマテラスの子孫、初代天皇として即位した桓武天皇の強さを表す。無数の敵と苦難を前にしても揺るがず、この大国を築き上げたお方だ。また雄略天皇の腕を噛んだアブを空中でトンボが捕らえ、その様子から秋津島と名付けられたとも言われている。トンボは彼らと同じように己の務めを心得ておった。拙者もまた陽炎のようなものに苦しめられた全ての人のために今一度死へと立ち向かわん。三度目の正直って言いますからね。こたび陽炎は滅びる。この向こうにいるんだな。愛まみえようぞ陽炎。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。いい声してるね相変わらず。何を学んだつもりか知らぬが足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。我はこの地下、己のような輩が消えるまで戦い続ける。守らなければいけないからな。我のように優れた者は他におらぬ。さあ来い、決着だ。動きが見えるぞ。いける。今ならいけるぞ。切り返せ。終わりだ。さようならかげろう。己にはもう誰の命も奪わせぬ。それがお前の黄泉の深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう己を責めながら。やはりこいつも。我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。やはりこいつも黄泉に行ってきたんだな。化け物じゃないか。なんだそれ。何それ、足元炎張ってくるんですけど。強っ。足元の炎はどうやってかわすんだ。ここからだな。こいつが怖いですね。あの爆発も、そしてこの炎もかわし方がよくわからん。しかしなんだそれは。なんだ、分身が来ましたね。雑魚敵か。いや結構強いぞ。
見たことない構えをしてるが倒してやろう。こいつもボス級に強いじゃねえか。よし終わりだ、反撃だ。まずい、もう一発反撃、ついていけ。まずい、ここは後ろ襲撃、これで強ついていけ。まずい、その攻撃まずいな。間合いを一回詰めてバックして隙が来た。まずい、間合いの詰め方が微妙に難しいね。敵がちょっと伸び上がってくる感じなんだ。なるほどな、いけ。よし倒した。まだか、まだいるのか。体力ありすぎだろう、化け物じゃねえか。攻撃パターン一緒。やばい、炎だ。下がって爆破するやつ。マジか、この距離食らうのか。序盤でやられてしまった。あの連続斬りみたいなやつに一発目にはまるとほぼ負け確定だな。これな、よし終わりだ。結構ダメージ食らってしまったぞ。いけるか、2戦目。やばい、これが途中で抜けらんないんだよな、足元の炎のやつ。爆発だ、切り返して下攻撃。まずい、爆発。さあ切り返してまた小さく刻んでいく。仲間呼ぶかね、呼ぶよな。さあ来い。意外に激しい。よっしゃ、いけるでしょう。やばい、弾いて反撃が出ないぞ。さあ反撃決めて小さく刻んでいく。銃撃につながらないと結構あるんだよね。焦りすぎかな。あと一撃だ。こいつ意外に強いんだよな。後ろから来てるよね。いや離れていったか。行け、こうだな。後ろから来てる、まずい。パリ失敗だ、これやばいな。いけ、よし倒した。あとはこいつやられそうだな。こいつが普通に強いからな。さあ第3形態、倒せるか。爆破かわして、やばい炎だ、弾いて切る。よし終わった、カゲロウを破った。己は不義の道を取ったのじゃ。忘れ去られるは自然の道理。我にはそのような逃げ道はない。我は誓いを立てたのじゃ、たとえこの命が尽きようとも。我は偉大なる男だ。我はそうなるために生まれたのだ。また黄泉から復活してくるってわけじゃないのかな。何度でも蘇りそうなもんだが、さすがに体まで焼かれてしまってはダメか。カゲロウ討ち取ったり。闇に葬られし望み、務めを怠るなかれ。今こそ皆お主を頼りにしておる。手放さぬ限り救える命があるのだ。たとえその命が朽ちようとも、皆を守ると誓うのだ。息を満たし、気を抜くでない。先を見抜くのじゃ。子供の頃のヒロキにそっくりだ。
そして弟子へと引き継がれていくこの思い、守りの誓いというところだろうかな。はい、ということでね、トレックトゥヨミクリアいたしました。ありがとうございました。難易度武士道、本当の最強剣士にはまだまだ遠い感じがしましたね。あと2段階上まで難易度は用意されているみたいだから、その辺もまたチャレンジしてみてもいいかもしれませんね。難易度ノーマルは甘い感じだった。アクションゲームに慣れてる方だったら一つ上のハードモードからスタートしても十分楽しめるんじゃないでしょうか。途中ちょっと敵の動きを見切るまでの間は若干やられるタイミングもありましたけど、倒し方が分かったらこっちのもんって感じですよね。あとはどれだけダメージを受けずにミスを減らして敵にダメージを蓄積していくかという感じの 2D アクションゲームでした。 2D 対馬って言われていましたけどね。 2D ゲームで探索要素もないからボリューム的にはまあこんなもんでしょうかね。サクッと楽しめていいんじゃないかなと私は思います。もしかしたらエンディングがね、3パターン分岐してるのかもっていうのがあるので、他の選択肢も選びながら一度エンドまで行ってみたいなっていう気持ちはありますから、全然違ったエンドが見られるんだったらその辺もまた動画にしてもいいかもしれないな。はい、ということで今撮影してるこの時間が5月6日発売日の翌日の午後2時半ぐらいなんですけど、まあ十分1日もあったらクリアできるようなレベルかな。そう、プレイ時間で言ったら5時間ぐらいでノーマルモードは突破してるんじゃないでしょうか。ハードモードまで一気にやってもある程度いけそうな感じはしますね。さあ、てことでね、まあ、サクッと遊ぶにはちょうどもってこいなんじゃないでしょうか。連休ももう残り少なくなってきていますし、連休の最後でまた一つ楽しみが増えたなって感じられるんじゃないでしょうか。ということで、トレックトゥヨミノーマルモードクリアまでやらせていただきました。モノクロのゲームってやったことないですけど、意外にこれはこれで時代劇風でプレイして10分もすれば違和感なく受け入れられるものですね。この和風のテイストと相まってグラフィックも比較的綺麗でしたし、この昔のフィルム調のノイジーな感じっていうのかな、映像にノイズがかかってる感じもすぐ慣れて楽しむことができました。よく言えばカラーで楽しめるモードも用意してくれてたらより良かったんじゃないのかなとは思いますよね。対馬みたいな感じでね。はい、ということで、まあエンディングももうラストなので今日はこの辺にさせていただきたいと思います。エンディング終わったらタイトル画面まで戻ってくるタイプのゲームなんですね。いやー、楽しかった。トレックトゥヨミ、1日でサクッとクリアできるゲーム久しぶりだから、探索めちゃくちゃやれる大ボリュームのゲームもいいけど、1日でサクッとクリアできるこういった 2D アクションもたまにはいいですよね。ってことで、この動画を面白いと思っていただけた方はぜひチャンネル登録ですとか高評価ボタン押していただけたら励みになります。じゃあ今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。